皆さんこんにちは、ランタイムです。今回はね、お昼の時間だったんでね、お昼ご飯を作りに近くのね、河原にやってきました。これいつものね、橋の下の手前ぐらいですね。で、今回ね、もう作るのはもうメニュー決まってて、タイトルでね、ちょっと言ってるかどうかわからないんですけども、煮込みハンバーグ定食っていうのをね、作っていこうと思います。で、材料はね、こんな感じで豚ミンチ肉をもう買ってきてるんで、これで作ります。で、あとね、ご飯はね、こんな感じで約1合ですね、ちょっと1合より今回少ないんですけども、をもう水に吸わせてます。で、これをね、今回はまあ電気の力を使って料理していこうと思うんですけども、今回使う電源はこちらですね、エコフロー社さんの R500 っていう電源です。こちらね、紹介してほしいということでね、ご提供いただきました。こんな感じですね。重さはね、すごく軽いですね。ちょっとね、今数的なものがわからないんで、この辺に出すと思います。で、簡単に言うと、この電源は出力 500Wh の電源ですね。で、この電源のね、ちょっと詳細に関しましてはおいおい説明していきますんで、まずはね、もう早速料理の方を作っていきたいと思います。で、まずはね、一番時間のかかるご飯を炊いていこうと思うんですけども、これを炊くにはね、炊飯器みたいなものが必要ですよね。ということでね、みんな大好きお一人様グリルでご飯を炊こうと思います。よし、パパッとやっていきましょう。今回はね、1合よりも少なく持ってきてます。で、もう電源接続します。で、 AC 出力の場合はここをね、長押しします。あ、ワンクリックだった。で、ランプつけば OK ですね。そしたらね、炊飯開始です。お一人様グリルはね、250W のはずなんですけども、ワンブリッツの値はね、297W、6W7W ぐらい出てますね。で、ちなみにね、この電源の出力はマックス 500W で動くので、約1時間ね、容量 500W なんで1時間ぐらいは使える計算になります。でもね、これ確か早いんで、多分ですけどもね、250W のはずがに、その 1.2 倍ぐらいの出力出てるんで、もっと早く炊けると思います。はい。ということでね、こんな感じで置いといて、次はお肉の方行きましょう。で、ハンバーグを作るにはね、ハンバーグヘルパーが便利なんで、これ買ってきました。これダイソーでね、100円とかのやつです。うちの近くのダイソーには売ってました。はい。で、これにはね、もうめんどくさいことなしてから、水 100ml だけでいいんで、水 100ml とこれを混ぜてこねようと思います。まずはね、みんな大好きアイラップに、合法的なね、粉を全部入れて、水 100ml を入れて、揺すって混ぜ混ぜ。で、優しくね、しばらく振ったら、うん、だいぶもう混ざりましたね。これでいいんかな？ほんまにこれでいいの？あ、ごめんなさい。混ぜ混ぜというかね、約1分置くそうです。はい、置いときましょう。僕ね、このハンバーグヘルパーね、本当に大好きでから、若い頃はね、こればっかり食べてました。もうね、相変わらずの美味しさなんでね、これ本当に重宝してます。もう水だけあったらね、本当に作れるんで、おすすめです。で、そうこうしてたらね、こっちはもう沸き始めましたね。早いですね。はい。で、1分ほど置いたらね、ぐちゃぐちゃのドロドロになりました。これがね、美味しいエキスの塊です。で、この中にもうね、肉入れます。ミンチ肉をね、危ない危ない危ない。もうね、男らしくワイルドにドバッと入れましょう。そしたら、揉みほぐすと。なんかね、もう、向こうではね、ご飯がもうかなり炊き始めておりますけども、びっくりですね。早すぎですね。はい、OK ですね。こんな感じでしょう。上手に混ざりました。うん。はい。ちょっと柔らかいかなという感じありますけども、もうこれで OK だと思います。で、この分をね、早速焼いていきたいと思うんですけども、焼くにはね、ちゃんとしたね、調理器具が必要ですよね。ということでね、ちゃんとした調理器具持ってきました。炊飯器ですね。僕ね、炊飯器本当に大好きだから、この分はね、調理器具としても万能で、炊飯器レシピっていうのがね、たくさんあるぐらい、炊飯器は、何でもね、万能調理器具ではあります。で、これ炊飯器ね、内釜がこんな感じからね、テフロン加工代替されてるんですよね。これが普通のものよりも大体ハードな加工されてるんで、調理には本当にね、最適な調理器具です。ご飯炊くだけではもったいないですね。今回はこの分でハンバーグを焼いていきたいと思います。で、油なんか敷かなくても、これ牛豚の混合ミンチなんで、豚とかの油がね、しっかり出るんで、もうそのまま置けば OK で、よいしょよいしょ。で、形をちょっと整えます。目では見えないんでね、ちょっと想像で。よし。はい、こんな感じですね。あとでね、多分焼いたら縮むと思うんで、もうこれで OK です。じゃあね、もう早速焼いていきましょう、これを。はい、炊飯器にセットして、ちょっとだけ縁をね、掃除します。よし。で、釜をセット。で、あとはね、裏につなげれば OK です。よし。はい。で、今繋げたんですけどね、ちょうど同じタイミングでね、ご飯炊けたみたいですね、これ。電源切れました。でもね、もうちょっとグツグツいってるんで、もうちょい炊きます。で、炊飯を
オン、OK ですね。はい、そしたらね、電力がね、265W ぐらいですかね。今ね、炊飯器だけしか動いてない状態です。後ろで線は繋がってるんですけども、こんな感じですね。こっちがお人様グリルで、こっちが炊飯器なんですけども、線は繋がってるんですけども、今お人様グリルはね、ちょっと多分鍋の温度が上がりすぎて止まってるような状態です。もう炊けてる臭いんですけども、もうちょっとだけですかね。うん。はい。で、両方ともオンになりました。この時の消費電力がね、570W とかですね。ですので、これ出力はね、500W のはずなんで、多分10分ぐらいはこのままで動くんではないかと思うんです。ですけども、まあ、ちゃんと動いてるという格好ですね。ちなみにね、今バッテリー消費量は 89% で、残り35分調理可能だそうです。この状態であればですね。でもね、もうすぐこっちご飯炊き上がっちゃうんで、もうこれは蒸していいと思います。ちなみにね、ご飯1回炊くだけでから、だいたい 10% 消費しました。で、あとファンの音がね、今回り始めました。意外とね、静かですね。これ聞こえるかな？この音ですね。だいぶ音が小さいです。はい、ね、ご飯ね、もういい匂いしてきてるんで、もう止めます。抜くしかないんでね、今回は。はい、抜いて止めました。OK ですね。そしたらね、消費電力が、266W になりました。はい。で、このまま置いとったら今度はね、逆に焦げちゃうんで、ちょっと火から下ろしたいと思います。よいしょ。あちちち。OK ですね。はい、じゃあね、待ってる間に、この R500 のね、ちょっとスペックをちょっと読み上げたいと思います。R500 はね、容量はね、403Wh ですね。だから少し500ではないですけども少し小さめです。で、USB は4ポートあって、2つがね、急速充電のポートですね。で、Type-C が2つあるという格好です。で、パネルに関しては、これ真ん中がね、電池残量ですね。83% で今残ってます。で、これが残り使用可能時間という格好ですね。1時間使えるという格好で、上がインプットで下がアウトプットです。だから今 265Wh 使ってるという格好ですね。これだけで。はい。で、裏面はこんな感じで、ここがね、DC12V の出力ポートですね。1個ついてます。で、AC のアウトプットは2つですね。ちなみにここのボタンを押さないと AC は使えません。で、ここはファンなんですけども、ファンの音はね、かなり小さいです。こんな感じで、ね、定期的に止まったりします。中のね、内部温度が上がったら回って止まるような格好だと思います。で、この電源ね、面白いのがこの充電方法で、これがね、付属の AC アダプターで、この分単体で言えば 60W の出力のある USB Type-C っていうんですかね、USB-C っていうんですかね、の形状のものです。ですので、これをこう繋いで、家庭用コンセントにつないで、あと本体につなぐんですけども、本体につなぐところが、ここはね、出力でもあり入力でもある場所です。ですので、ここにつなげば、最大 60W で充電されるんで、本体がね、403W なんで、6、7、4、12、約7時間かからずぐらいで充電できます。だから、結構早いですよね。なんですけども、これ面白いのが、実は、これがね、2つあったら、ここにこんな感じで、2個両方挿したら、120W でね、充電されるんですね、ここが。で、へえ、そうなんだ、そんなできるんだとね、皆さん思うかもしれません。なのでね、僕ね、個人的にもう一個用意しました。これですね、同じ充電器です。ですのでね、この分をちょっとね、ここにつないで充電しようと思うんですけども、まあ充電するにはね、電源が必要ですよね。ということでね、今回はね、こちらの EF デルタをね、同時に持ってきました。これは出力 1000W、 容量も 1000W の、まあ、バケモン級の電源ですね。はい、ちょっとね、残量ちょっと少ないんですけども、問題ないんで裏側にちょっとつなげます。はい、でここにね、まずは1個つなげます。つなげました。そうすると、こちらのインプットが、はい、54W で出てますね。出力 260W に対して。これはね、パススルー充電って言ってから、充電しながら使用が可能な電源なんで、これができます。で、もう一個いきます。はい、2個目つなげました。そしたら、はい、ここの数字が 107W、108W ぐらいになりましたね。ですね、ダブルで充電すれば 100W なんで、これが 400W なんで、約4時間でもう満充電できるという格好になります。すごいですね。はい。で、ちょっとね、今回はこれ抜いておきます。というのがね、料理でから、どれぐらい容量使うのかっていうのが見たいんで、充電も外しておきます。はい。で、そうこうしてたら、こちらの方が焼けてきたようなんで、ちょっと見てみます。熱っ。ここね、もう熱々です。はい、皆さん見えますかね？もう肉膨らんでからね、ふわふわの状態ですね。ちょっとね、ひっくり返しましょうかね。ちょっと焼き具合見てから、いけてたらね、ひっくり返します。ちょっとね、困ったことにね、これひっくり返せないかもしれませんね。ちょっとなんとかしてみましょう。横に倒して、こうやって、こうだな。あ、いけるいける、いけますね。形が崩したくないんでね。頑張りましょう。よいしょ。はい、うまいことね、ひっくり返りました。OK ですね。まだこのままね、裏面もちゃんと焼いていきましょう。蓋をして、放置ですね。はい、ということでね、この電源、問題なくね、使えてるのは分かってくれたと思うんですけども、分かってもらえたと思うんですけども、これ実はね、まだもう一個ね、ちゃんと充電方法がありまして、それがね、これですね。ソーラーパネルでの充電も可能です。で、これ専用のね、ソーラーパネルで、出力 85W のものです。で、この分もね、一緒にちょっとテストしてくれっていう風に言われたんで、今日ね、このね、天気がいい日にちょっと外まで来て撮影してみます。で、この分つけるんだったらね、やっぱしそこですよね。ですんで、レイの付け方をちょっとしてみて、取り付けてみたいと思います。まあ、ちょっと中開けてみましょうかね、その前に。で、中はこんな感じですね。なるほど。
専用だからって言っててどういった意味なのかなと思ったら、これ充電の先がタイプ C になってるからですね。だから専用のパネルということらしいです。ちなみにソーラーパネルの充電は確かね、最大ね 100W とかのはずだったんで、ですのでね、この分でもうこれ 85W なんですけども、 110W のパネルで発電させて 100W でね充電することも可能ではないかと思うんですが、まあ今回はこの分だけで試させてもらおうと思います。でこれね、せっかくなんでね、これ広げてからね、できる分なんで、そう、その辺に広げたいと思います。外側に。はい、ということでね、こんな感じでセットしました。今太陽がね、すごくいい角度にあるはずなんで、すごくね、たくさん発電してくれると思います。で、これをね、ちょっと車に戻しましょう。で、これをね、接続してみるんですが、果たして何ワットぐらいで発電されるんでしょうか。よろしいですね。なんか67、8ワットで発電できてますね。たまに03ワット、04ワットに落ちるけども、これ何なんだろうかな。うん。でもね、60ワットぐらいでいいんですかね。で発電できてますね。ちょいちょい 0W になるのがよくわからないんですけども、ちゃんとね充電できてるようです。ちなみにね、天気はね今日こんな感じの天気なんで、すごくいい天気ですですね。しっかり効率よく発電できてると思います。だいたいね 85W のパネルでもまあ 65W とかね 66、7 とか多分出てるんで、結構いい変換効率じゃないかと思います。はい、でもねちょっと今回は料理でねどれぐらい使用するのかちょっと見たいんで、これはもういっぺん抜かしてもらいます。はい、でそうこうしたらね、こちらもねもうグツ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 になってきましたね。ちょっと見てみましょう。すごいですね、いい感じにできてますよ。でちょっとねいっぺん刺してみましょう、お肉を。えい、見えますかね、透明な肉汁出てますよね。これも火が通ってる証拠ですね。大丈夫です、端も濡れてないんで、うん、大丈夫っぽいですね。ちょっとね、じゃあいっぺんちょっと保温にしましょう。で、まあお肉は焼き上がったんでね、ハンバーグ定食ならねこれでいいんですけども、今回は煮込みハンバーグにするって言いましたよね。ですんでね、この今回は煮込みハンバーグの素を使いたいと思います。これはね、なんか最近発売されたグリコのポットクックってやつですね。仕上げは5分煮込みハンバーグもできちゃうっていうドミグラスソースの素です。で、もう作り方はね、お肉を焼いたフライパンにこの分を水 100cc と一緒に溶かして、さらに煮込んだら出来上がりっていうね、すごい簡単なものなんで、もう早速ね作っていきたいと思います。で、ちょっといっぺんこのハンバーグ揚げないといけないんで、何かにちょっと揚げましょう。銀の紙皿っぽくね、しましょう。銀皿っぽく。かっこよくなりましたね。ここにね、ハンバーグだけ置きます。よいしょ、OK。はい、完璧ですね。で、この中にね、これを入れて作るらしいです。まずは水を 100cc 入れて、一煮立ち。しばらく待ちます。はい、待ってる間にね、ちょっと日差しがきつくなったんで、ソーラーパネルをね、この格好にしました。前回やったね、日差しのスタイルですね。これ本当に便利でから、窓の下がね、ちょうど日陰になっちゃうんで、発電しながら中が涼しいというね、メリットがあるので、おすすめです。で、そうこうしたらね、もう湯が沸きました。早いですね。で、ここに、1個に次1個入れます。カレーのルーみたいですね。これをね、ちょっと溶いて溶かします。よし、いい感じ。で、すっかり忘れてたんですけども、家からね、ミックスベジタブルも持ってきたんで、これもね、入れましょう。バラバラバラっと。ね。彩り鮮やかに入れて、もうこれぐらいで OK ですね。で混ぜて、でここにねハンバーグを戻します。煮込まないといけないので、ね、でこれを入れて、いい感じですね。裏もねつけたいんで、こんな感じで。よし、 OK、 OK、 で今回弱火がいいらしいんで、この状態にして 2,3 分煮込んだら完成らしいです。よし、出来上がりちょっと見せたいんでね、この上に出すようにしましょう。よく考えたらね、ラップにせずにホイルにすればね見た目がいいんで、これありですね。はい、それではね、もうできたみたいなんで行きましょう。はい、こんな感じですね。見えますかね。いいのができました。ちょっとね、もうこっちに移します。その方が見やすいんで。はい、こんな感じですね。すごく美味しそうなのができましたね。こっちご飯も出しましょう。はい、ご飯とね煮込みハンバーグできましたね。すごいですね、美味しそうです。はい、じゃあね、もうこっち保温とかいらないんで、もうここ抜いておきます。よし、オッケー。で、結局ね、ワット数どれぐらい使ったかは、ちょっと後にするとして、もう早速いただきましょう。美味しそうなのができたんでね、いただきたいと思います。いただきます。でもまずはね、何はともあれ、煮込みハンバーグからいただきましょう。あ。めちゃくちゃ美味しいです。いつもね、僕が食べてるハンバーグなんですけども、その分はね、このデミグラスのおかげでね、パワーアップしてますね。美味しい。で、ご飯の炊き上がりも気になるんで、ちょっと食べてみましょう。ツヤツヤでね、いい炊き上がりですね。うん、こっちもね、しっかり炊けます。美味しいです。やっぱりご飯ってね、水の分量がいろいろ難しいですけども、今回はね、めちゃくちゃ上手炊けました。っていうか、250W のね、お一つまグリルなんですけども、300W 近くで炊けとったんで、火力が良かったのかな、もしかしたら。すごくね、上手に炊けました。極上の銀シャリですね。
たまらない。で、やっぱしあのハンバーグご飯でもいいんですけども、こう一杯ね、昼からでも引っ掛けたくなりますよね。なのでね、またオールフリー持ってきました。僕オールフリーもね好きなんで、ビールも好きですけども、これも好きなんで、いただきます。たまりませんね。今回ね、この2つで料理した結果、電池残量 56% でした。だから、200W は使ってないぐらいですね。 200W は使ってないぐらいです。 190W ぐらいでからご飯を炊いて煮込みハンバーグできました。ね、ハンバーグ焼くまでだったら確かあの 65% ぐらいあったんでですね、 150W ぐらいでここまでできてるんじゃないかと思います。ですから車中飯作るんであれば2回ぐらいはいけますね。例えばもしくは今回はこの分にスープなんか一品つけたらね、良かったかもしれないんですけども、そしたら 50% ちょうどだったかもしれないんですけども、車内の気温がねこう31度ぐらいあるんですよね。ですね、ここでね、あの温かいスープ作ったらもうあの暑くて暑くて死にそうなんで、あの今回はねスープ抜きでさせていただきました。はい。で、個人的にね、今回この分電源使ってみてすごい使いやすいなと思いました。小型でね、テーブルの上にも置けますし、ちゃんと料理使えますし、多分ですけども、もっとね、電圧が大きい。例えばならば、IH なんかでも料理できたと思います。できたと思うというか、まあ、間違いなくできます。IH で、中火ですよね。今の時期なんかはね、中火で全然十分なんで、IH でも。で、IH で中火だったら、約1時間近くは動くんで、これ個人的にはね、すごい使える電源ではないかと思います。はい。で、ソーラーパネルね、今、ちょっと起こした状態で繋げてるんですけども、この分でもね、きっちり、発電されてるから、こうですね、64W とかですね、64、5W で発電されてるんで、結構しっかりね、発電できるんではないかと思います。で、さっきね、ここがね、0とか65、6になってたのは、多分、使用しながらやってる時にあの表示になるのかもしれません。今は安定してますね。はい。で、最後にね、ちょっと忘れてたんで補足するんですけども、この、電源にはね、シガーソケットで充電するケーブルももちろんついてるんで、こんな感じでね、充電できるんですけども、充電時はね、49W ぐらいで、充電できるんで、走行充電時にはね、約8時間ぐらいで満充電できるようですね。なかなかの高性能です。こんな感じですかね。ポータブル電源選びでね、悩んでる方がいるかもしれないんですけども、この電源ね、ちょっと容量は 400Wh ぐらいなんで、他の電源より少しだけ少ないですけども、出力はがっつりあるんで、まあ、この電源ね、料理目的で買われてもいいんではないかと思います。ちなみに、お一人様グリルや、このね、250W の炊飯器があればね、こんな感じで料理できるんで、こちらの辺もね、合わせて検討されてみるのもいいんではないかなと思います。こんな感じですかね。で、ちなみにね、カセットコンロの調理って本当に便利なんですけども、この時期ね、料理、車の中でカセットコンロ使ったら、めちゃくちゃ車内熱くなります。もう座ってるだけでもね、汗で出るぐらい熱くなっちゃうんで、電気での料理はね、本当に火事も起きないし、ほったらかしでもいいし、風が吹いてるところでも窓を開けててもね、立ち消えもしないしという格好でいいことずくめなんで、皆さんよかったらね、検討されてみてください。個人的にね、この分本当に相当ありだと思います。はい、こんな感じですかね。もうまし時間もないんでね、パパッと食べてからまた仕事に戻りたいと思います。はい、ということで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。